はい、新茶石川ファミリーズです。ということで、マクドナルドのですねハンバーガーを持ち帰りで、買ってきました。持ち帰りで頼んだら、これが入ってたんだけど、はい、ケチャップと、ケチャップ、これは2つケチャップと、これ何ですかね、うん、これ2つケチャップ、あ、これは唐辛子。唐辛子。はい。じゃあ中には、ハンバーガーに唐辛子をつけて食べる人もいるってことだよね。はい。こちらハンバーガーでございます。日本にも来ますからね。これハンバーガー頼んだ。あれ何頼んだの？ハンバーガー？あ、はい。チーズバーガーだよ。チーズバーガー。チーズバーガー頼んだの？そう。あ、2つともチーズバーガー。そうですよ。あ、そうか。ハンバーガーかと思った。チーズバーガー。チーズバーガー。あなたはチーズが好きからチーズハンバーガー頼んだんです。うん、よく知ってますね。うん、はい、で。ケチャップが足りないときは、まあ、まあ、からしでもいいからこうつけて食べるってことだよね。うん、まあ、十分私はケチャップもついてると思いますんで、これでいただきますよ。はい、これは3、2個ですね。2個。はい。で、さっきは、はい、マクドナルドの店内で、はい、1個と、はい、ポテトとコーラも、はいはい、食べて、食べたんですね。でダメ出しで、チーズバーガー2つ持ち帰り で今家に着いて食べようとしているという、はい、豚じゃない？あのね、豚で思い出したけど、お店の中とかでも私のことを呼ぶときに豚と言わないでくれ、お願いしますよ。ベトナム語でなんて言うんだっけ。ヘウ、ヘウって、ヘウ、周りの人いるから。豚はかわいいでしょ。かわいいでしょ。で、うん、豚の肉おいしいでしょ。おいしいけど、ホーチミンの高島屋でも言われたし、マクドナルドでも言われて、どこでも言うじゃん。慣れちゃった。ヘイウ、ヘイウ。慣れちゃったよ。豚って呼んでんでしょ。はい。いいの？ねえ、あなたの旦那さんが豚と呼ばれてるんですよ。いいですか？可愛い名前でしょ。名前じゃねえよ。動物の名前でしょ、だって。可愛い名前ですよ。ベトナムの名前は可愛い名前ですよ。うんうん、まだベトナム語で言われてるからそんなに実感ないけど、もしね、これが日本とかでね、豚って豚って言われて、私それで何って言ってたらおかしいでしょ。ね、わかる？あ、わかんない。わかんないって。もう呼ばないで、覚えるときは呼ばないだけど、覚えないときは仕方ないよ、しょうがない。いや、何がしょうがないの？だって忘れちゃうよ、ね、もうヘオも呼ぶのはもう慣れちゃったもん。はあ、しかも、ね、今私チーズバーガー食べてね、トイが水を汲んでくれたんですよ。飲んでたんですけど、私にくれるのかなと思ったら、自分で飲んでますね。見ますじゃん、自分で普通に飲んでるっていう。私にハンバーガーくれないっていう、ハンバーガーじゃないや、飲み物をくれないで一人で飲んでる。で、しかも私のことをヘウっていう。おかしいんじゃない？大丈夫？大丈夫ですよ。あそこにコップあるからくださいよ。え、どこ？ここ？冷蔵庫の上にあるから。見ないから。見ないないよ。ひどいね。じゃあください。飲み物、水を。しまう。いや、しまうじゃないよ。どれ？冷蔵庫の上にあるじゃん。ないよ。ほら。冷蔵庫の上、冷蔵庫の中に言ってたら、いや、上だよ、冷蔵庫の上だ。冷蔵庫の中に聞こえたから。あ、大丈夫。やっぱ、ね、私のことをヘウって言うから頭がおかしくなったんだと思う。
大体ホーチミン覚えたでしょ。一区とか三区とか、一区と三区のロード、大体もう分かったんですね。いやでもやっぱり一区街、やっぱりいろんなその日本人街って言われてるその日本のお店とかいっぱいあったし、高島屋もあったし、すごいね。そうですね。あとホーチミンっていうか、まあ、ベトナムで一番大きいビル、もあるでしょ。そう、で至る所でマンション建設とか建物の建設とかやってるし、すごいよね。てか私のことちゃんと撮ってる？あんた今見ました？スマホいじってますよこの人。ねえ、どういうことですか？ねえ、ちゃんと確認しながら撮ってますか？はい。ねえ、犯人、何？犯人ですよ。もうちゃんと撮らない犯人。ちゃんと見てるよ。見てんの、はい、さっきスマホいじってたじゃん。何いつさっき忘れた。映ってる。はい。ひどいね。参考ですね。それだけだよ。何だよその言い方。ひどいね。いやでもさすがにね、3個目はちょっときついかもしれない。だってあなた食べたいから、ホーチミンはこれからどんどん発展していくのかな。すごい、さらに。え、なんで鼻くそじくってやつか。ねえ、今いや見ないよ、見ないですよ。見えないところ、見えないですよ。見えないところで変なことしないでもらえますか。見えないですよ。いや、だからまたなんかスマホいじってんでしょ。ねえ、なんすかそのねえ、何これ。鼻くそくじくってください。何言ってるの？だってくじくってたでしょ。いや、しないでしょ。あなた有名してるの？ YouTube に載せますよ。いや、やばいよこの男は。やばいよって。やばくないよ。やばいよこの人。やばくない。大丈夫大丈夫。怪しい。でもホーチミンの町だんだん知ってきたら面白いね。あ、どこにこういうのがあるんだなって分かってきたから。きついな。ちょっと食べるよ。食べない、もう入れない。入らない、入らない。プヒプヒプヒ。あ？何今の真似は。ブヒブヒ。もう一回やってみて。もう一回やってみ。ブヒブヒブヒってやってみて。あらかよ。なんでカメラ映ってないところでやるの？変な。ブヒブヒ。ほら。何今の。映ってるかもね。ブヒブヒ。何一人でお笑いしてるの？本当にね。何やばいですよ。何やってるの。豚早く食べなさいよ。豚と言わないでください、ね、やばいよ。ブヒ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 じゃないよ。
ただない3個食べるから、だって人間できないよ。ブタできるけど。ね、ブタできるだけだけど、人間できない。日本で持ってきたパンツが破れた。部費で思い出したけど。やばいよね。いや、部費だから、あの、よく太ってるから破れちゃった。やばいよ。ということでね、ブヒブヒ、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。食べてないじゃん、あなたは今。もう食べた。